こんにちは。ちょい未来スクールの3人です。今回の動画ではですね、2023年5月1日からスタートする GPT と学ぶ Python っていうプログラムについてですね、簡単に紹介をしたいと思います。で、この GPT と学ぶ Python っていうプログラムなんですけれども、GPT-4 とですね、LMS。LMS は Learning Management System の略でですね、学習管理システムとなってます。で、3つ目はその Replit。この3つのシステムをですね、その活用して Python を学ぶプログラムが GPT と学ぶ Python となっています。で、今回の動画ではですね、その中でもこの GPT-4 とリプリトを使ってどういうふうに実際そのコードをですね、書くのかっていうことについてお話をしたいと思います。で、実際、こちらがその LMS、Learning Management System となっていてですね、いろいろその何を作るのとかですね、なぜリプリトなのか、なぜ Python なのかっていうことにもですね、簡単に説明を書いてあるんですけれども、こちら、そのノートにもですね、一応、その日本語でも似たようなことについて話をしてありますので、こちらのノートもですね、ちょっと参考にしていただければと思います。で、こちら、そのレナルドというのがですね、その GPT-4 を使った、その、チャットボットなんですけれども、こちら右下にあるアイコンをクリックをしますと、こういうふうにしてですね、話ができるようになっています。で、いくつかの、その今回、チャット GPT のような、そのシステムをですね、作るっていうことになってるんですけれども、そのためにいくつか、その設定が必要でですね、まず、OpenAI の API キーを、その使う必要があるんですけれども、まだ、この API キーをお持ちでない方はですね、OpenAI のウェブサイトから、その取得するようにしていただければと思います。で、このシークレットをその管理する、その API キーをですね、管理するその方法がリプリットにありまして、こちら左上にあるそのサイドバーっていうのをクリックをしますと、こちら、そのシークレットっていうのがありますので、こちらをクリックをしますと、こういうふうに、その API キーをですね、追加することができるようになっています。で、今、この画面のですね、構成なんですけれども、左側に LMS と GPT-4 があってですね、右側に、その、リプリットのページが表示されてるんですけれども、このリプリットはですね、Microsoft Edge にあるサイドバーの機能を使ってですね、登録をして、サイドバーから、そのリプリットのページがですね、利用できるようになってます。で、このリプリットなんですけれども、リプリットはですね、そのウェブ上で開発ができるようなそのシステムなんですよね。ですので、そのローカルでですね、開発環境をその構築する必要もなく、もうすぐその開発がですね、できるようになってます。で、例えばなんですけれども、こちらでですね、そのプリントっていうふうに書いて、そのヘロー Word っていうふうに書きますと、こういうふうに下の方でですね、Hello World っていうのが、その出力できてるのがですね、確認できるようになってます。で、OpenAI のその API のですね、キーのその設定まで終わりましたので、ここからはですね、実際コードをですね、書いてみたいと思います。で、今回、チャット GPT と似たようなそのシステムをですね、書くっていうことにおいて、まず2つのライブラリをですね、インポートする必要があります。で、その2つが、その、この OS っていうライブラリと OpenAI の2つなんですけれども、こういうふうに、その、インポートをした後にですね、次は、この API キーっていう設定するということなんですけれども、OpenAI のその API キーはですね、こういうふうにして、先ほど、環境変数としてですね、登録をしてある、OpenAI API キーを使うことによってですね、その、アサインすることができるようになってます。で、実際実行してみますと、はい、その、何もエラーがですね、発生してないということですので、正しく
アサインされてることが確認できるかと思います。で、次はですね、そのチャット GPT のようなサービスですので、ユーザーからインプットを、その質問をもらってですね、その質問に対してチャット GPT が答えるようなシステムとなっていますので、そのクエスチョンっていうのをですね、どういうふうにユーザーから受けるのかというところで、このインプットっていうファンクションを使いたいと思います。で、これに対してですね、What is your question? っていうふうにですね。で、こういうふうに書いて、この上にですね、この緑のボタンがあるんですけれども、こちらをクリックをしますと、このコードをですね、実際実行することができるようになってます。で、What is your question? ということで、Hello って書きますと、もう、何もですね、このコンソール上で出力することがないですので、もうこのまま、プログラムが終わるようになってます。で、ここで、例えばなんですけれども、プリント。で、ここでですね、こういうふうにして、クエスチョンっていうのを追加しますと、もう一回。ここでですね、Hello っていう。しますと、Hello っていうのをもう一回、その出力できていることが確認できるようになってます。で、ちょっと見た目をですね、良くするために、ここでですね、このスラッシュ、バックスラッシュ、n を入力をしますと、開業をすることができるようになってるんですよね。で、実際、実行してみますと、こういうふうに、そのカーソルがですね、次の行にありますので、ここでもう一回、Hello って書きますと、その次の行でですね、Hello っていう、その、ユーザーからのですね、そのインプットが、コンソール上で出力されていることが確認できるようになってます。で、続けて、その先ほどこの円っていうのをですね、入力をして開業ちょっとしたんですけれども、それと似たような感じでですね、ちょっとこのコンソールで表示する文字の色をですね、ちょっとその他の色に変えたいっていうふう、変えたい時にはですね、それもまた方法がありまして、こういうふうにバックスラッシュを入力をして、その033を入力をした後にですね、この34を入力をしますと、色をですね、変えることができるようになってます。で、変えた後にはですね、元に戻したいと、白い色にですね、戻したいと思いますので、戻したい時にはですね、こういうふうにして 0M っていうのをですね、入力をして戻すことができるようになってます。で、実際、実行してみますと、こういうふうにして、ちょっと青色になってますので、で、これに対して、Hello って書きますと、同じようにですね、その Hello っていうのが出力されるようになってます。で、例えばなんですけれども、これをですね、この GPT-4 に対して、これをこういうふうに渡してですね、Change the color of the text to red っていうふうに、その今はその青色なんですけれども、この色をですね、ちょっと別のその赤に変えてねっていうふうにですね、GPT-4 に指示をしますと、どういうふうに変えればいいのかっていうのをですね、教えてくれたりもしますので、で、それをまたその右側にある、こういうふうにしてですね、そのクエスチョンインプで31、これをですね、31に変えるとできるよっていうのをですね、教えてくれていますので、実際試してみますと、こういうふうに、その赤い色でですね、表示されてることがわかるようになってますので、こういうのも簡単にですね、GPT-4 に質問ができるようになっています。で、続けてなんですけれども、こういうふうにして、これはちょっと、青色にですね、戻したいと思います。はい。で、続けて、実際、このユーザーからもらったですね、そのインプットっていうのを、この質問をですね、チャット GPT に投げたいと思ってるんですけれども、投げるときにどういう
ことがですね、必要かと言いますと、その投げて返ってきた結果をですね、このコンプリッションっていう変数をその定義してですね、その変数にアサインしたいと、結果をですね、返ってきた結果をアサインしたいと思います。で、これに対してですね、OpenAI でそのチェックコンプリッションっていう、で、その中にですね、このクリエイトっていう変、そのファンションがあるんですけれども、このクリエイトの中ではですね、いくつかそのパラメータがあるんですけれども、その中の一つがモデルです。どのモデルを使いたいのか。で、今回はですね、この3.5のそのターボっていうモデルを使いたいと思います。で、それに対してですね、またこのチャット GPT にどういうメッセージをですね、その渡したいのかっていうのを設定できるようになっていてですね、このメッセージに渡すのはですね、リストが渡せるようになってるんですけれども、このリストに渡すときにはですね、そのディクショナリーっていうのを使うようになってるんですけれども、ディクショナリーに対して、まず、どのそのロールをですね、アサインするのかっていうことなんですけれども、まずはそのシステムのそのロールに対して、どういうコンテンツをその渡すのかっていうことなんですけれども、コンテンツについて。で、これをですね、そのクエスチョンっていうのがありますので、システムプロンプトっていうのをちょっとその新しくですね、定義をして、You are a hell。こういうふうにしてですね、どういう人工知能なのかっていう、その性格をですね、もたらすことができるようになってるんですよね。アシスタント。で、それに対して、Answer the given question っていうふうに設定をしてですね、このコンテンツとしては、システムプロンプト、その、アサインして、で、別のロールをですね、ちょっと定義したいと思っていてですね、その別のロールは、その、今度はですね、システムではなくて、ユーザーのロールに対して、で、コンテンツはですね、先ほど定義したクエスチョンを、その、渡したいと思います。で、ここまでしてですね、実際、その、また実行してみますと、で、Hello。で、書きますと、今、その、先ほど、そのクエスチョンをそのままその出力するようになっていますので、また Hello っていうのが出力されてるんですけれども、これに対してですね、実際、そのコンプリッションっていう、チャット GPT に渡したこの質問に対してですね、返ってきた結果を今度はですね、ちょっと出力してみたいと思います。で、実際、その出力をしてみるとですね、どういう風になってるのかということなんですけれども、Hello しますと、こういう値がですね、出力されているんですよね。で、多分、その、チャット GPT で私たちがですね、見てるっていうことは、これだけなんですよね。この、アシスタント、その、人工知能のですね、この、対話型、AI の、が、その、返した、このコンテンツだけを見るようになっていますので、今回、その、私たちが作る、その、ツールもですね、この、コンテンツだけを抽出して、その表示したいと思っています。で、それをですね、どういうふうに抽出するのかということなんですけれども、このその結果に対してですね、これに対して、ここにそのチョイスっていうところからピックアップしたいと思っていますので、チョイスで、このリストを返してるんですけれども、そのリストにある1番目のその結果ですので、Python のインデックスっていうのはですね、その0からスタートするようになってますので、ここで0を書いて、で、その後にですね、その中でもメッセージっていうのがあって、その中のコンテンツをその画面上にですね、
その表示したいということですので、こういうふうにしてもう一回実行してみますと、What is your question? ということで、Hello! っていうふうに書きますと、今度はですね、こういうふうに、Hello there! How can I assist you today? っていうふうに、その先ほどのですね、変えてきた結果から、そのコンテンツだけが抽出できてるっていうことがわかるようになっています。で、こちらのその結果もですね、もう少し見やすくするために質問とですね、区別したいという時にはですね、先ほどのこの上でですね、このインプットで青色に変えたのと似たような感じでですね、別の色にそのしたいという時には、これをですね、こういうふうにまた033って書いて、で、今度はですね、ちょっと緑色に変えたいと思いますので、で、こういうふうにして、また開業したいと。ということで、こういうふうにして、そのコードをですね、少し変更しますと、で、もう一回実行してみますと、What is your question? ということで、Who is Barack Obama? って質問をしますとですね、それに対して、今、そのチャット GPT にこの質問を投げて、それが戻ってきてですね、こういうふうに画面上で表示できるようになっています。で、続けて、多分、そのチャット GPT、その利用されたことがある方はご存知だと思うんですけれども、こういうふうに一回で終わるのではなくてですね、その繰り返して質問ができるようになってるんですけれども、それをですね、ここではそのループっていうのを使うということになってるんですけれども、それを使うためにはですね、ここでワイルループを使いたいと思ってます。で、このワイルループに対してですね、この true っていうのをつけて、で、これをですね、全部こういうふうにしてインデントをしますと、これをですね、もう一回実行してみますと、もう一回、Who is Barack Obama? でしますと、またその結果がですね、返ってきて、もう一回、What is your question? という質問が表示されてますので、これに対して、How far is Tokyo from Seoul? とか聞きますと、また、こういうふうにしてですね、結果が表示されてることがわかるようになってます。で、こちら、ストップのボタンがありますので、これをもう一回クリックをしますと、これがですね、こういうふうに、プログラムが終了されていることがわかるようになってます。で、こういうふうに終了させるのではなくてですね、コンディションをつけてですね、それによってもう少しプログラム的に終了させることもできるようになってますので、それを可能にするためにはですね、こちら、そのクエスチョンの下の方にですね、その if を入力をしてですね、クエスチョンっていうのをつけて、で、これがもし exit、ユーザーがですね、exit っていうのをその入力した場合は、このメッセージをですね、まず書いて、で、また033で、今度はですね、ちょっと赤い色で、グッバイで書いてですね、表示して、プログラムを終了させたいと思います。で、その後ろに033で、また白いテキストに戻した後に、このブレイクっていうのをですね、入力をしますと、プログラムをですね、終了させることができるようになってます。で、実際、もう一回試してみますとですね。で、もう一回ちょっと自己してみますと、What is your question? ということで、exit しますと、こういうふうに goodbye っていうのがですね。で、今、このスラッシュがですね、抜けていったから、
色がですね、反映されてなかったんですけれども、もう一回やってみますと、で、ここで exit っていうのをですね、入力をしますと、こういうふうに、その赤い色で goodbye っていうメッセージが表示されて、プログラムがその処理をできてることが確認できるようになっていますので、こういうふうにしてですね、もう本当にその全部で21行ぐらいのそのコードでですね、そのチャット GPT のようなその簡単なアプリがですね、その作れるようになっていますので、本当にいろんな質問とかもですね、このレナルドとかにも聞けるようになっていますので、今までよりもですね、だいぶその Python の勉強がですね、しやすくなっているのではないかなというふうに思いますので、その GPT と学ぶ Python、ぜひご検討していただければと思います。ご視聴ありがとうございました。